トセレクション。今回ですね、うん、大阪の鶴橋にやってきています。はい、歩いてるとすっごい焼肉屋を見つけました、うん、行ってみたいと思います。行ってきます。ごじゃん、勝手に焼肉、勝手に焼肉、すごい雰囲気だね。行きましょう、行きましょう。先にお肉選んでもらって、ご生産を終わってからのお食事になります。あ、わかりました。3名さん4番 で、こちらルールがありまして、ここのルール。セットグループが。そしたらね、はい、うち の名物店長呼びます。あ、はい、お願いします。蜂の巣、初めて見た。どうぞ。お願いします。ここのルールをちょっとしていただくと、ここで買っていただいたお肉を、はい、中で焼いて食べれると。はい、で、鉄板を貸すのに800円いただくんですが、1000円買ってもらったら、お一人ね、1000円買ってもらったら無料になります。はい、ぜひ1000円超えるように買ってください。飲み物も、はい、何でも合わせて大丈夫ってことです。飲み物もお肉も合わせて、だから瓶ビール500円なんで、瓶ビール500円とお肉500円で1000円超えます。わかりました。はい、はい、それでは、はい、いただきます。はい、はい、楽しんでいてください。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。なかなか見たことがないというか、聞いたことがない。これ見たことないよ。なんじゃこのうまさって書いてある。なんじゃこのうまさ。じゃあこれも一つ買いましょう。それとこれ貝の実、貝の実いってみましょう。はい、じゃあこれゲリライベント、ゲリライベントっていう。じゃあこれ行こうか。なかなか見ないよこれは。じゃあ行きましょう。では行きます。でまずここでお会計を先に済ますという感じですね。ハイボールで乾杯。乾杯。いいね。うまいね。うまいね。ゲリライベント。ハラミいきます。はい、タレ用意してもらって、あとはやった、で焼いてくださいという。追加は後でね。いいね、この早く焼ける。早いですよ。上質な霜降りが入った柔らかい桃の希少部位です。桃なんや。
る。噛んで最後に甘い香りがふわっとする。ああ、本当なんか甘みが違う。本当に焼肉と合うね。楽しい。じゃあ次は、貝の実行ってみましょう。貝の実ね。貝の実は中腹の一部、ヒレに近い特選部位だそうです。初めて知りましたね。え、油がすごい。ちょうど6切れずつありますね。ちょっと楽しみ。すごいな、この油が。油がすごいね。わあ。すごいね、油の甘い香りがすごい。うまい。うまそう。油がね、油が美味しい。肉と半々ぐらいなんだけど、油が美味しいよ。興奮気味。タレつけていっぱい。確かに油の汁全然違うね。グビ頼んでください。あとこれもみだれになってるんで、ああ混ぜないでください。はい、ルビー。なかなか要素で持ってる。とんでもない、とんでもない。全然全然もうね、一回ポトッと。うまい。ただ、その、こういう時ハイボールいいと思うわ。やった。あ、今ちょっとしか取られないね。はい。油はうまいって欲しい。あ、OK。 あ、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。和牛の究極赤身、クリーン焼いていきます。綺麗だね。東京の焼肉屋さんでもこのクリっていう部分は何か見かけないよね。ちょっととりあえず飲むのがこれだけなんで、これでいきます。結構焼けるのが早い。早いね。違うから、いろんな肉を味わえるのがいいね、ここは。気がする。最高やな。はい、ありがとうございます。
はい、次どうしたら僕止めますからね。はい、その時間覚えましたからね。覚えてもらいました。はい、お気に入りありがとうございます。お気に入り最高です。美味しかったです。お待ちが。うまいです。あばす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかったな。びっくりした。いろんな部位があれだけ楽しめるっていうのはね、すごく貴重だなと思いました。ね、もう気軽に行けるっていう。さあね、あの店の雰囲気もね、店長さん。これ近くにあったらさ、自分肉好きやから、週3、4は来ると思います。通い詰めちゃうかも、疲れて。週3、4焼肉行って、週2ぐらいラーメン行くっていう感じですか。最高の生活だね、それ。素晴らしいコース。いや、本当に美味しかった。うん、また。ぜひ、大阪の鶴橋に来られたら。はい。ここ本当おすすめやね。見たね。ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。はい。ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。鶴橋楽しかったね。楽しかったね。鶴橋にしか来てないね、今日は。ね。うん、いい感じでもう、これ良い気分だし、気持ちよかった。またちょっと機会見て、うん、ね、行きたいですね。鶴橋最高。最高。